前回のあらすじ。そして物語は続いていく。いやあ、デビルメイクライ始めようぜ。前回は2台ボストップってやつを倒してミッションスタートするんだ。これからさあ行こうぜ。何をどうなってんだこれは。なんか拾えるものとかないのかな。戦車とおぼしき獣だ。獣ゼニア、ムクロだ。武器な笑みを浮かべているように見える。なんかデビルメイクライのなんかさ字幕ってなんか読みにくいんだよ。何なんだろう、堅苦しいっていうのか。何なんだろう。怖えな、あの怪物。顔でかくね？なんだあの顔。あんなでかい生物っていいの？あんなでかい顔の人間っているんだ。まあ、余計なことは、俺は言わないことにしよう。ああ、タイタニック現象だ。せっかくなんかシンドバッドみたいな感じで、なんか華麗なる船出の旅に出れると思ったのにさ。これ何で撃てなかったっけ。装備すんのか。ニードルガン、これを前回手に入れたんだよね。あれ嘘、なんか使わなかったっけ。なんだこれ。あ、マップか。すげえかっけえな、これ。この音楽焦るね。何これ。何やった。ここ何をクリックしたの。クリックツール。ああこれか。よし、元取り行こう。とっとと帰るぞ。俺たちの国帰ろう。つうかさ、撃てなくね。ちょっと待って。あ、 R1 を押しながらか。押しにきこんな操作しにくかったっけ。そう、なんかすごい、なんか操作しにきいな。こんな感じだったか。でもこいつら倒さないとさ、ゲスティブなっぽい。そう、なるほどね。 R1 を使えと。ちょっと焦ったよ。なんか四角は使ったはずってのは覚えてたんだけどさ、まさかのなんか何をどうしたらいいのか分かんない状況だったからな。ダンテはなかなか上がっちゃう。危ない、ちょっと逃げよう。じゃあね。お、クリアした。やった、 S 来た。 S 来たよこれ。これぞ俺様の実力ってやつさ。よし、いい感じだな。で、ジャポン。このさっき手に入れた杖を、まあ、どっかで使うんだよ。多分以前訪れたところだ。なんかアイテムとかなかったっけ、あそこ。トトリ行こうぜ。やっほー、こっちはなんかここなんかありそうだね。なんかある。宝の守ってんのかい、君たちは。なんもなかったのかい。残念だったわね。残念だったわね。さあさよなら。あばよ。貴様らの相手をしてる場合でもない。はっはっは。ん？あ、びっくりした。ミッションクリアと思った。地上に出て殺し屋に向かい。そろそろパワーアップしてもいいんじゃないか。何これ。これちょっと欲しいんだよな。これ欲しいよな。ただ俺はイフリートとかをちょっと使う。勝ち。ちょっと欲しいんだよ、俺は。なんか欲しいんだよ、いろいろ。これとこれと、これもかっこいいな。これだな。で、まあこんなもんだろう。あとは、いや、早くも買っとくか。ラウンドトリップって強いのか、これ。よくわかんねえな。スティンガー、ちょっと欲しいね。これはボルテックス。微妙だな、なんとも言えないな。そろそろじゃあこれを、一個。まあこんなところかな。体力の上限、まあ、1個だけ買っとくか。じゃあ1個、次いくら。550。もう1個買っとくか。じゃあこれでいこう。いや、買いすぎたかな。まあいいや、1個ぐらいいいだろ。550ぐらいは。これだいぶ期待じゃないか。あら、怪しいね。ここをこうして、どこをこうして、はっはーん、てるて
どっちだこっち、自分が今どこにいるかさ、わけわからなくなってきた。なんか方向感覚を完全に狂わされるな。これこっちだってんのなんか合ってなさそうな気がするんだけど、ずっとぐるぐる回ってるの。はんじゃはんじゃ、共鳴する紋章、扉を増やし縦を退ける。取っちゃった。お、いいもの取ったじゃねえか。レバーになっている。はい、お願いします。笑い声で聞こえるねああ、これでここ開くんだ。ここ開くけど、ところが仕掛けがさ、どうしやすいんだ。これやばいな。これはちょっとまずいだろ。一定し。これは食らうぞ。これは食らわざるを得ないぞ。これもう無理でしょ、こんな。生きて、ねえ、これさ、生きていける自信ある、こんなとこに。なんか刻まれてて、こんな送り込まれてさ。無理じゃね、これ絶対この上行ったら確実に回るよ。ああ、わかんねえな。でも、穴のないところを通ればいいってことだ。案外うまくいくのかもしれないけど、そこら辺はなんか運次第って感じだな。うん、やっほー。エアハイクの、これがエアハイクだ。二段ジャンプができるようになりました。今だったら壁を使ってなんかジャンプしたんだけど、まあ、なかなかいい感じのジャンプができるようになったんだけど、登れないんだけど、そこなんか上にあるんだけどさ、あれ取っていいもん、取らなくてもいい、取らなくてもいいんだったら俺は取らないよせっ、お、いけたじゃん、いけるじゃん、なんかあるね、これつい、いけなかった赤いオーブだけ、なんかありそうだな、いいや。だが行かないと見せかけて、やっぱりせっダメじゃん。あそこから行くなってことだ。この下なんて、竹の下には何がある気になる。見てみようぜ、なんかあったぞ、見えるぞ、なんか見えるんだけど、これ何、取った、ホーリーオーダーか。あ、なんか特になんもなしかな。よいしょ、何が出るかな、何も出ないでほしいんだ、恐ろしいんだな。ここなんだよ、なんか大事な、あ、なんかあったぞ。ちょっと待って、取れなくね、これあれでいけってことか、これ変身していけってこと、もったいねえな。よいしょ、ジョイン、こっちどうだ、ここか、よーし、手に入れたね。ここは何があんだい、止めたまなかった、いつまでここでうろついてるんだって話だ。よし、ちょっと行くよ、ちょっとどにくいよ、もう時間かなり食っちまったからな、今の謎の場所で。あ、こんなとこ通ったっけ、記憶いねえな。お前たちの相手をするべき時じゃないと思うんだ僕は。だからね、さよなら。なんか入った、部屋とか入ってた、敵がいない、だが敵が出てくる、なんか影が見えるぞ。いい橋があるじゃねえか、ここ。吊り橋効果で。吊り橋効果で俺は逃げるぞ。俺は逃げるぞ。逃げる逃げる逃げる。逃げる逃げる逃げる。そしてこの切り刻む。これを切り刻むと、いっぱいいいものが手に入るんじゃねえか。遠くが、一歩だ。ああ。よし。まあ、こんなもんだ。ついあ、なんか今ブルーオーブがあった。まあええわ。まあええわ。そこまで立ってほしい。な。宮古使った。あぶねえな。さっき買い物したせいで結構使っちったからね。よかった、1000個必要ですとか言われたらたまったもんじゃないからな。その瞬間積むじゃねえか。やっほー、久しぶり。なんか上にある、これなんだ、これなんだい、デビルスター、いいね、結構一発に当てんじゃねえ。なんか何が厳しいんだよ、5倍っつ100個結構使うね、入っちゃうね。ちょっと貯めとくか、じゃあぜひ貯めよう、もしかしたら何かあるかもしれない。ここまだあれだったり、先日手に入れたなんか技を試させてくれ。何が止まってる、どういう状況だ、ふい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 、何が起きてくる、ふい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 、甘いよ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 甘い、遊びは終わりにしてやるぞ、遊びは終わりにしてやるぞ、うん、せい
ドン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 。まだ来る？もういいよ、もう十分だろ、十分遊んだろ。どこ行った？封印を解除した、封印を解除した。なぜ解除した？お、クリアした。いいか、なんとも言えない感じだな。よし、始めようじゃないか。次はなんだね。あ、ミスった。押しまった、押してしまった、連打してしまった。ミッション15？またいんの？アラムスリー、アラムスオッケーでしょ。ここにもいいの、きっとな。ここに行けば、とこっちとなんかあったりもやったけどな。ここ行こう。ついになって、文字が仕掛けられてる。なんか、どっからやるの、これかな。よいしょっと。もうちょっと使用します。行ってきます。連打しちゃうな、たまに。なんか文字をスキップしてしまう時があるな。どっかになんかさ、なんかある、なんかある、あそこになんかあるぞ。よいしょっと。気候石。ほう。これちょっと明るくなんじゃね？あ、明るさな思い出したけど、どうすっかね。お、なんか出ないちょっと。デビルメイクラー暗いんだよな。このままで行くべきなのか、それとも明るさちょっと明るくするべきなのか、ちょっとわかんないんだよな。なんかマレット城とかなんかそこら辺着いた時は割と普通っていうかさ、困っちゃうよ。あ、やばい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 、なんだろう、やばい、浮いて、カメラがあれ見づらい、どうなってるの、やめてくれ、もうマジやから。よし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 、いるいる、ここならオッケー。よし、血がいっぱいついてる、あの死神もついてる、倒してくれ、死神軍団も倒してくれ。あぶねー、おっとっとっと、早く、おー、危ない。うー、せい、だ、行ってくれ。あ、これ何、これ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 、今こそ開かれ、テンション高い、水なるなんちゃらかんちゃら、行くぞ。あいつらまとめてた、蹴散らしてえな。さあ、調子に乗らないでほしいんだけど、ちょっと舐められっぱなしなんだけど、やるか、やるわ、俺落ちろ、バカどもバカどもあばよ。よし、これでいいだろう、まあ、雪辱は果たしたってことだ。やっべ、さて問題はこれ使うか、使うか、いや使わん、俺はこのまま行くぞ、このまま意地でもクリアしてやるぜ、意地でもクリアしてやるか、このまま行くぞ、行くぞ、頼む、なんか危ねえ、ふう、焦るぜ。おっと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 、回復が欲しいな、回復が欲しくてしょうがない。お、なんかなかったはず、なかったはず、なんか来なかったろ、なんかあるだろ、ここ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 、なんでそっち向く、あー終わった、これどっから、セーブ箇所から、あ、そっからか、先にこいつら倒すからだ、そうだ、そうしよう、それが一番、それは賢明だ、賢明な判断だ。うらまず、まず一人、まず一人、そこでもいいのか、さあ、あとここでデビルトリガーゲージを貯めて、あそこで死ぬ目をぶっ倒せる、そういうことだ。うい、取ってくれ、この野郎ドヤ顔してんじゃねえぞ、この今日って、おめえらのファイルファイト形式ぶち潰し、ぶち潰してさせちゃうよ、覚悟しとけ、ほら起き上がってんじゃん、起き上がりこぼし、叫ぶ、ふ
怪物があんじゃねえか、ここには。もったいねえな。でもここ開けてればさっきゲームオーバーなんなかったじゃねえか。もったいねえ、超もったいねえ。何これ、この黄色の物体は。普通に、なんだ、明かりか、なんだこれ、謎だな。畜生め、これにトトロ気づけばよかったな。そこで、こういうことか。よし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 、完璧じゃね、いい感じだったわ。あ、まだ一匹残ってた。ってあれ痛えな、結構危な。よいしょ、ほんと、これでいい感じだろ。危な、取っとるよ。口出しだぜ。これ刺さったらどうなんだろうな。まだかろうじて息はできんだろうな。息はできてるって。いやでも即死なのかな、あれって。でもなんかもう痙攣しそう、体がなんかピク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 で、目がちょっとなんかガク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 、ちょっとグロいな、グロすぎるぜ。ろれつが回んないぜ、もうすでにろれつが回んないぜ。恐ろしい、またおめえらかよ、このハゲじじいと。勘弁、さようなら、君たちに構ってる暇ありません。じゃあね、じゃあね、こっち行ってみよう。こっちの木なの、たっそうですね、やめましょう。赤い光を放つ盾の文字が刻まれている。使います。ここはなんかアイテム買った気がするんだよな。よいしょっと。あ、いや、なんか持ってる、あんた、なんか持ってなかったら俺に来る。よし、踊れ踊れ、踊り来るって言った。下にもいいんだ、しょうがありません。お米いっぱいの、かわいいね。お米を出せる、平和的に行きましょう。平和的に行こう。これか、平和とは大丈夫です。分かったか。おい、これがあれだよ、平和への一番の解決の道ってやつだと俺はいつだって信じてた。よいしょっと。帰りにここ壊せばよかったかもしれない。帰りにどうせあいつらと復活してるよな、またな。おい、やった、ありがとう、イエロー。イエロービーはいくつ？さっき死んだんだけどさ、死んだゲームオーバーなったけど、2つ持ってる。2つね、OK。なかなか何気に手強いんだよな。結構時間食ってんな、思ったより。ここだっけ？よいしょっと、ここらせっと。またこれか。これ何？何がどうなの？そうなんで。ちょっとこれ何があった？ここは何があった？デレンデレンデレン。よいしょっと、これなんだ？回復地点かしら。なんかあったぞ。ほら。ちょっとそこに突っ立ってるとなんかまた削られるぜ。危ない。体を削られるぞ。お、よし、ほい。何かある、これは何だね。ナイトメア、なんちゃらかんちゃら。恐ろしい兵器を手に入れてしまったよ。閉じちゃったよ、ひどくね。なんで閉じちゃったの。閉じなくてもいいじゃねえかよ。バイ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 、さよならさよなら。うわー、ダンテの声ごついよ。こんなごつかったっけ、ダンテって。うわぁって感じなのか。まあ、かっこいいけど、かっこいいと思うけど。思ってる時間食ったかもしれん。バイバーイ。ナイトメアはまた後でちょっと、実践的なあれをさせていただくと、させていただくとして。痛い。なんだか動けない、動けない。ちょっと食ってんの、あったわ。やんなしょ、そうですね。ほら、よし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 、あ、こっちだったら完全に道を間違えてしまった。うぃ、13分ぐらいかな、このパートは。なんというんだ、
予定より完全にはるかに長引きそうだ。キサリスが杖になっているが何がかけられるようになっており、その下は文字が刻まれている。よし、くれ、やっと寝たぜ。起きたかったんだよ俺は。ミッションクリア。マジっすか。じゃあちょっと珍しく、じゃあここで一旦切らせてもらおうか。